アパレル衣装やってるんですが、なかなかうまくいきません。戦略を変えながらもう少し粘ってみたいと思うんですが、このまま風が続いた場合、見切りをつけるタイミングはいつにすべきですか。僕だったら、もう赤字がね、ある程度出た段階でもうやめちゃいますね。はい。僕はある程度、赤字が出た段階でもうやめちゃうなと思ってて、やっぱりね、うまくいかないことをずっとやってもあんまうまくいかないんですよ、基本的に、確率的に。うん。で、皆さん経験あると思うんですけど、うまくいくことってトントン拍子でうまくいくじゃないですか。わかります？うまくいくときってバーっていくんだよね、結構。もちろんずっと頑張って、ずっと耐えて努力してうまくいくこともあるんですけど、結構ね、うまくいくときっていきますよ。うん、で、経営者で一番やっちゃいけないのは、やっぱ思い入れあるじゃないですか、事業とか。これサービスとか作った、自分が作ったサービスとか思い入れがあって、うまくいかないし、誰もつかないのに、ずっと自分の愛着だけでサービスを続けちゃう。そういう会社が一番潰れます。はい。だって、うまくいかないのにずっとそこに投資し続けるわけなんで、時間と金と労力も投資するだけなんで、すごく非生産的なんですよね。うん、で、じゃあどうしたらいいかっていうと、僕は前も言ったけど、スモールスタートアップっていう考え方があって、ちっちゃくですよ。はい。ちっちゃく最小限のコストと最小限の人員で、とりあえずいろんなものを始めてみるんですよ。で、うまくいくときは本当にうまくいくんで、当たったものを伸ばす。はい。要はトライアンドエラー、手数を出すっていうのをビジネスでは意識してます。はい。だからまあ10回やって1個2個当たればいいですもん。何でもいいですもん。1個2個ぐらい当たればいいんですけど、とりあえずコストをかけないで、すぐにスピード感を持って始める。で、うまくいくときは手応えでわかるんで。で、うまくいかないときは何やってもうまくいかないですよ。うん、そういうふうに考えます。はい。